まずは90分振り返ってください。先制点取られながらも、まあ、前半のうちに2対1にできたのがやっぱ90分通して、まあ、そこがでかかったかなというのは思います。藤本選手自身 の, あのプレーの狙いというかどこにありましたか。千葉もライン上げてくることが多かったので、まあ、その背後というのは、まあ、常にチームのやり方として自分の、まあ、第一のやり方としてそこは結構狙い目でした。あの得点シーン振り返ってほしいんですが、その狙いの部分がすごくハマったのかなと思うんですけど。そうですね、まあ、裏できて、まあ、ちょっとボール短かったんで、まあ、ボールによって、まあ、ファーストタッチが結構自分の思った通りというか、まあ、ゴールに向かってトラップできたんで、そこで結構、はい、自分のいいところに置けたかなというのがあります。シュートも思い通り、まあ、そうですね、まあ、強く、まあ、インパクトでとりあえず自信持って打った結果があれだったので、まあ、結構自分の得意としている左足なんで、まあ、思いっきり打ちました。3試合勝てなくて、まあ、ここで勝てたことで、まあ、次の試合に向けてやっぱ自分たちの自信を取り戻したっていうか、自分たちが進む方向っていうのは今日の試合で分かったと思うんで、まあ、次の試合はアウェイですけど、また今日こういう試合ができたらいいかなと思います。次の相手、まあ、またアウェイ連戦ですけど、金沢あの前半戦で負けてる相手です。そこに向けた意気込み、リベンジの意気込み、まあ、前半戦負けてて、まあ、自分も出番がなかった試合だったんで、とりあえず思いっきり今日のように強い気持ちで試合に臨んでいこうかなと思います。